村井県運動とは、1930年代から1960年代にかけて県内からすべての来病患者を療養所に隔離強制収容させて、放浪患者や在宅患者を県内から一掃しようという目的で行われた日本の社会運動である。医師の三田健介や各都道府県が主導した。官民一体となって患者を摘発し、 強制的に療養所へ送り込んだほか、一般市民によるハンセン病患者の監視制度でもあり、周囲に隠れ暮らしているハンセン病患者を市民が発見した場合、警察などへ通報して患者を強制収容することを奨励する運動だった。日本のハンセン病患者の人権侵害問題で活気となった熊本地方裁判所判決によれば、村井県運動は、 今日にまで続くハンセン病患者に対する差別、偏見の原点があると言っても過言ではない。山本俊一著『日本来市は、村井県運動の発端を1929年としている。山本の同著によると、村井県運動は、1929年に愛知県の方面委員数十名が、長島愛生園で患者の生活を視察した後、愛知県に戻ってきてから、同県から、 ハンセン病患者を一掃しようという民間運動を始めたのが最初である。これが発端となって、以後、岡山県、山口県などへ拡大していった。これらの点に関して、日本来市が参照しているのは、三田健介が愛政省は14年4月号に書いた文章である。村井県運動という言葉が最初に現れたのは1929年のことで、愛知県で始まった。 民間運動の中で使われた。しかし、この言葉が広く使用されるようになったのは1931年に制定された来予防法以後のことである。一方、別の説明もある。佐藤つとむは、愛知県の方面委員が愛生園を訪問した1934年を、 根拠に1934年に始まったとしている。他に山口県議会の議事録によると1930年に開始されたという説がある。他に強制収容の嵐という題で1930年から在宅患者強制収容の暗黒時代が始まるとした本もある。この本によると内務省が始めたとある。鳥取県では鳥取県知事を会長とする 鳥取県内予防協会を結成し、県民から寄付を集めて、長島愛生園に県出身者用の寮を建設し、患者を装置した。この運動は全国に拡大し、福岡県、山口県、宮城県、富山県、岡山県、埼玉県、玉県愛知県、三重県、沖縄県などの県が積極的だった。佐藤つとむは、1931年の来予防法の 思考後に、三田が十坪住宅運動と共に発案し、政府が推進、各県が同調して広まったとしている。運動の高まりにつれ、各種公共団体、学校、宗教団体なども協力した。当初の運動が変質し始めるのは1936年頃のことである。村井県運動が、 いかに強く、国辱論や皇室を中心に据えたパターナリズムによる旧来論、当時の国家主義と結びついていたかは、1935年6月25日の第3回来予防デーにおいて、日比谷公会堂で清浦敬吾、来予防協会会長が行った演説にはっきりと見ることができる。一家に、合体の患者を出しましたならば、一家親族が、 皆恥として始末せんければならん。気になりますと同様に、国民同胞の間に各助患者が1万5千も2万もあるということは、すなわち一家が一人の患者を出したならば、親子兄弟親族まで恥となしてそれぞれ手当てするのがごとく、また国民もその気になって、十分予防と療養ということに力を致さなければならんことと存じます。 是すなわち文明国として誇るところの我が日本のお天なから占めるという次第でありますし、また身にありがたき皇太后陛下のご人事に報いたてまつるゆえんでありまするから、どうぞ深く深くこの点に我が国家社会民人の注意を払われんことを絶望してやまない次第であります。戦前の村井県運動は1941年に太平洋戦争が始まって中止されるまで、 徹底的に実施された。その間、内務省は、各地方自治体に競わせることで、ハンセン病患者の強制収容を促進させた。山口県の収容者からの証言によれば、当時、ハンセン病患者を収容させると一人につき五円の報奨金が出たという。この運動は、第二次世界大戦による中断を挟んで、戦後も持続した。戦後、 村井県運動は1947年に所管が衛生部予防課に変わり、ここが村井県運動を復活させた。戦前の村井県運動は警察と一般市民の密告が主体だったが、戦後の村井県運動は保健所が活動の主体となった。戦後の日本は民主的な憲法が制定されたので戦後の村井県運動の方が人権侵害が少なかったように思いがちだが、 実際にはむしろ戦後村井県運動の方が強制隔離運動は徹底しており国内のハンセン病患者を実質的にすべて療養所に送り込んだのは戦後の村井県運動によってのことである。発端1931年、丁明皇后からの貸金により渋沢栄一を会長とする来予防協会が発足。また、丁明皇后の誕生日六月十五日を中心に 来予防デーを設定し、ハンセン病患者を日本から根絶する呼びかけを行って、全国的な村井県運動を推進した。例えば新州大谷派では、来予防、救護案を目的に6月8日に、大谷三話機会を設立している。来予防協会は、来予防デーの前後の1週間、ポスター配布、パンフレットリーフレット等配布、映画と公演の開催など、 集中的に行い、国民に対して、来伝染防止の方法が教えられ、来患者に対して病毒の散布を慎み来、療養所への入所が教えられていた。この中でも映画は、極めて有効な手段であったとされる。この来予防デーは、1964年からは、この日を含む一週間を、ハンセン病を正しく理解する習慣として、差別や、 偏見のない社会を推進する目的に変わっている。村井県運動の高まりにより強制収容者が増加。各療養所は定員オーバーとなり、食料事情などの環境は劣悪になっていった。1936年には、三田健介が所長を務める岡山県の長島愛生園で暴動が勃発した。この事件には、職員側も、 患者側も苦しんだ結果であり、患者側の意見も分かれている。三田は50名を暴動の首謀者に仕立て上げたという表現は、正確さを欠く。鳥取県では、1936年4月、立田清達が知事になり、鳥取県内予防協会を発足させた。彼は以前熊本県警察部長であり、本名次第集落についても知っていた。彼は、 緊縮財政のため、各方面から募金し、三田を公園に招き、愛生援に、鳥取寮他5つの寮を作り多数の患者を入所させた。運動があまり激しすぎて、一部の患者が脱走している。鳥取県の村井県運動は、戦後も続けられた。小島の春現象ハン反戦病院、小川雅子が1938年。 昭和13年時非出版した、小島の春は、フローレンス・ナイチンゲールみたいな女医、悲惨な患者、感傷的な文章、などがあり大ヒットし、映画化もされ、村井剣運動を活性化した。荒井英子は、ハンセン病とキリスト教という著書の中で、小島の春現象という言葉を造語した。雅子はわずか6年ばかり献身、収容に従事しただけである。 安倍友治は、なぜ政子だけが偶像化され、美化されたのかについて、多くの人の心の中に次第に、軍国主義化し、非人間的になっていく自流に、抵抗の念があったのだろうと述べている。ハンセン病医、池尻真一は、1940年に、ハンセン病に関して著書、痛める足を書いて、ベストセラーとなり、同年中に30版を数えた。彼の著書は、 文部省推薦図書となる。また、新聞広告に、小島の春後日物語とある。これも、小島の春現象であり、村井県運動を活性化した。本名寺、事件1940年、熊本市本名寺周辺の患者集落を、警官や療養所の職員が襲撃し、患者157人を検挙する事件が起こり、重症患者以外は他療養所に移送された。 塩谷総一郎の本名寺内屈によると患者の多くは総愛好正会という秘密結社に入っていた。毎年ご縁を出して寄付金の主意、法賀帳を交付してもらい、定められた自分の縄張りに年2回出張して寄付を募った。また、厚政省、県知事、学務課、社会課の証明書、本名寺の住職の感謝状を偽造した。そして、北海道から 台湾、朝鮮に至るまで、二名一組で寄付を強要する、やらないと、伝染させるぞと稲おる。人々は、大の恐怖と、いかめしい厚生省や、県知事等の証明書に対して、金銭を出したのであった。本名寺事件の一部は、その解決のためであった。総愛厚生会の一部は、草津落選園の特別病室に入っていたが、非常な人格者もおり、 秘密結社というより、自治組織と考える人もいる。本名寺ブラック役員5名と総愛好正会幹部4名は、特別病室に57日収容されていた。また本事件は、本名寺と九州療養所や星塚敬愛園などの長い腐れ園を断つためでもあったろう。近づいてきた、戦争の影響と考えた人もいた。旧来協会の理事福田玲子と吹きは100歳近くに、 なって作られた、百年史の証言で、しかしとにかく、あの本名字の部落は、熊本市の一つの癌だと言われたように、いろいろ弊害があった。それを一掃してしまったんだからありがたい英断では、あったと思います。と述べている。1947年12月31日、内務省の廃止により、警察行政は、都道府県に移り、大予防法が成立、施行された。 ハンセン病行政は以前から厚生省に移っていたが新たに警察が自治体警察になったのでハンセン病行政の一部は都道府県に所轄が移った一時は市町村にも関係したが主否義務の観点から都道府県に限定した患者の届け出も警察署長宛てから都道府県知事宛てとなった同年十一月厚生省は各都道府県知事に宛て 村井方策実施に関する件を通知し、大の予防撲滅,滅は、文化国家建設途上の基本となる重要事にして、今一段の努力によって、村井国家建設の成果を上げうる段階にあるとして、村井方策実施要領に沿った施策の実現を求め、各都道府県において、基地の未収容者患者を感染の危険の大きいものから、順次入所せしめるとした。年には、 厚生省の昭和25年度の来予防事業についてにより、予防事業を協力かつ徹底的に実施するように求められた。診断技術の向上のための講習会の実施、戦時中に中断していた一斉検診の復活、来患者及び容疑者の名簿の作成、患者の収容及び療養所対処者の指導、一時救護の徹底などが指示された。 指示を受けた各都道府県では、諸葛保健所に民衆の噂にある疑い患者を調べ上げ報告するように指示した。また、各機関を通じて啓発にも力を入れた。診断した医師は直接都道府県知事に報告、それを来指定医師に連絡し、その医師と都道府県の係官が入所や家族援護に当たった。1951年に発生した。 藤本事件では爆破、殺人事件の犯人として逮捕された藤本松尾がハンセン病に罹患していたため、後半は難航したが1962年、死刑に処された。1951年、山梨県において長男がハンセン病であると分かり、村八部を恐れて家族一家9人の心中事件が起こった。それ以外にも1950年には熊本県、 1983年には、香川県の各県で、一家心中事件など、ハンセン病患者であることで起きた悲劇的事件は多い。1958年、療養所の収容人数は最高に達し、その後は減少に転じた。日本が併合した地域でも、隔離政策が行われ、村井県運動ごときもの、県とは言わないがが行われていた。特に台湾では、落成延長、 上川豊が村井報告運動、村井州運動を推進した。人口1万人あたり、本土では2.1人、朝鮮では5.6人であるのに対し、台湾は1.4人であることで、台湾での取り締まりが緩んでいるのではないかと考えた。しかし、1943年末でも、落成園の入所者は653人、定員700人にとどまっていた。 村井県運動と厳密には異なるが、沖縄県においてアジア太平洋戦争末期にハンセン病患者を強制収容したことがある。これは軍部の命令でハンセン病患者が沖縄防衛に著しい害をもたらすため、昭和19年に沖縄本島と宮古島で行われた。各県における患者の収容人数は着実に減少してきた。また、 ハンセン病に対しては、プロミニやタップソンによる薬物療法による根治が可能となったために、運動は終焉した。運動に協力した人々は、個人レベルのものがあるが、団体で協力した場合もある。本来の仕事上協力した人もいる。1955年現在の都道府県の来予防事業機構来予防協会は、1931年に内務大臣、 足立健三、渋沢栄一が設立した財団法人である。1931年1月21日、内省官邸で財界人を集めない予防協会の発起人会が開かれ発足した。財団としての正式認可は同年3月18日である。来予防協会は、来予防の啓蒙、調査研究の女性、来患者婦女、未感染児童保護、 患者相談所の設置、収容患者訪問、来予防事業従事者の奨励などの活動を行った。見た目は民間の財団法人であるが、事務所が内務省衛生局に置かれていたことから、わかるように実際には内務省の外閣団体である。実質的には、同協会は内務省による来行政の補助機関であり、ハンセン病患者の絶対隔離政策促進のための、 宣伝活動を主要業務とした。事実、副回答、理事長には内務次官、常務理事には衛生局長と予防課長、理事に社会局社会部長というように内務官僚が要職を占めている。回答には清浦慶吾元首相がついた。財団の発足にあたっては、第59回帝国議会貴族院衛生組合法案特別委員会で、 来予防法案が審議されていた際に、来予防協会が内務官僚の天下り機関になるのではないかとの懸念が示されていた。その際、衛生局長は協会が民間団体であることを強調し、弁明に努めたが、結局出来上がったのは内務省の外閣団体であった。財団の基金は、定明皇后の貸金と、会費、財界からの寄付と、国庫補助金からなっていた。 同協会の中心活動の一つは、来予防週間による宣伝活動で、定明皇后の誕生日である6月25日を中心として行われた。もう一つの大きな活動は出版物による宣伝で、内務省衛生局の来の話の再編集本の発行を皮切りに、以後、国から合体をなくしませう、来電線の経路、来予防施設外観、同、療養の手引き、 来の解説、本名寺のライブ落解消の商法資料、来の根本対策など、多数の小冊子を発行した。1951年に、定名皇后司教後、一金の一部を基金とし1952年に、東風協会へ改組された。また、それまで、来予防週間と名付けられていた、宣伝活動は、1964年からは、 ハンセン病を正しく理解する習慣に名称変更された。この時代になると、さすがに、来という言葉は差別的であるとみなされるようになったのが原因と見られている。その後、東風協会は2003年から財団法人触れ合い福祉協会と解消されている。また、ハンセン病を正しく理解する習慣は、厚生労働省との交渉の中で、 統一交渉団の要求に基づき廃止され、6月22日を、第予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日と定めて、厚労省主催によって2009年から開かれている。新州1931年、新州大谷派は、公明会を設立し、村井県運動に参加した。1998年10月1日に、 新州大谷派ハンセン病に関する混乱改変による、差別と人権に関する学習資料集、ハンセン病と新州には、昭和6年の新州市5編、愛生市1編など、当時の資料を含み、来予防法意見国家賠償訴訟判決後ではあるが、真摯な村井県運動に対する自己批判を述べている。なお、公明会の総裁は、大谷智子で、公潤皇后の妹、 東本願寺第24世保守大谷校長の妻東本願寺裏方である新聞社も村井県運動を報道し宣伝した村井県運動を府県同士の対抗戦として報道した新聞社もあった世間の風評が圧力となり行商して歩く売役業者の情報が利用されたとも言われる講演など医師で大いに協力している使命に 山口県の場合は、山口県出身の三田健介をはじめ、神宮良一、内田守、田尻勇、早田明など、三田直系の医師の名前が挙がっている。杉山弘明の山口県におけるハンセン病対策の展開は、これらの医師の報告も詳しい。鳥取県の場合は、三田健介や林文友が講演しているが、他に、愛生園の遺憾、神宮良一、 内田守が参加していた。彼らは県内の小学校、工場等の巡回をしていた。患者、家族、親族などに対する影響としては、日常生活、教育、学校教育、スティグマ、偏見、差別、結婚、村八部などがある。村意見運動の推移を示すために1940年末の未収容患者数と1955年。 年頭を年末の未収容患者数を示す。謝罪声明。ありがとうございます。